立憲民主党小川淳也政調会長がまさかの電撃辞任へしかしこれは組織のことを考え抜いたファインプレーかもしれません はい、こんばんは。参議院議員の徳田俊です。チャンネル登録や、いいね、コメントでの応援をよろしくお願いします。え今日は8月の12日にこちら収録しております。であの日本維新の会は代表選挙を14日からスタートするということで、こちらも執行部が刷新されるというタイミングでありますけども、で他党のことになりますが、立憲民主党の小川淳也政調会長が辞任を表明されるということで、昨日の夜ですね、一斉に各社が報じました。で小川淳也政調会長は、まあ、私も、あの 日本社会で今は政調会長を務めさせていただいておりますのでカウンターパート、この相手方としてですねテレビ討論番組等々でもいろいろご一緒させていただきましてこれかなり大きな動きだなというふうに思いますので他党のことながら、で僭越ながら一言だけコメントさせていただきたいというふうに思いますまずこれ率直に寂しいなというのはありますねやっぱ小川さんはあのもう何度ですかもう10回ぐらいおそらくいろんな討論番組でテレビ番組も含めて一緒させていただきまして議論交わしてきましたまあ年代は近いとは言えないですけども ベビーフェイスなんでねすごく若く見えるんですがもう50代でえ、まあ、総務省からそしてもう大、えー、当選5回ということで大接敗であるんですけどが、まあ、いつも本当気さくに話しかけてくださる方で結構小川淳也さんがですねあのこういるとその座組としてね小川さんがいると結構安心というかですねあ今日はなんか盛り上がるだろうな大丈夫だっていう安心感がある方だったんでね、まあ、率直にそういう方がいなくなってしまうのは本当に寂しいなという,ふうに思っております。 ね、今回の、ね、じゃあ、この小川淳也さんの辞任がどういう影響を及ぼすかという点なんですが、これね、ちょっと言い方難しくて誤解招いたら申し訳ないんですけども、これ私ね、すごくファインプレイかもしれないなと、あの小川淳也さんが組織のことを考え抜いた、すごい良い,い手を打ったんじゃないかなというふうに、今は、今の時点では感じていますえ。というのもですね、やっぱり今立憲民主党さんはまあ選挙の結果が芳しくなかったということで、非常に厳しい状態ですし、泉代表もまああの若手、まあ、まだ若くてフレッシュで期待されていたんです ですが、まあ、この立憲民主党と党内、なかなかまとめきれずですね、まあ、発言も結構2点3点してしまったりしてですね。えなんかパワーが力が発揮できていない状況なんですね。でかといってじゃあこれ代表の首をこう変えると執行部刷新だといってじゃあ代表まで変えられるかというとそれもなかなか難しい状況のようです。やはり 私も若手の立憲民主党の議員さんとかと意見交換してますと、いや、確かにもう今、党が危機的状況だと誰もが思ってるけども、これは代表を変えて済む問題じゃないということもまたみんなわかってると。じゃあ、泉さんを変えてね、誰がやるんだっていうと、そんな渦中の国を拾いに行きたいと思ってる人もそんなにいないし、じゃあ泉さんをじゃあ、例えば枝野さんに変えるとか、安住さんに変えるとか、えー、なんでしょう、えー、岡野さん、岡田さんに変えるとかですね、そういうなんか先祖返りみたいなことしても、支持率が回復するとも思えないし、代表を変えればいいというもんじゃないと。えー、じゃあ、どうするんだと。 いうことで、じゃあでもこのままでいいんですか？というとそうもいかないという中で、小川俊也さんは自分が辞任をするっていうカードを切ったわけですよ。で、これはあの？私はね。あの以前ちょっと少し前にあの？ 松木健宏さんですかがあの責任選挙の責任を取って辞任するっていうことをやった時はあれはなんかある意味の,あの嫌がらせというかですね俺も辞任するんだから泉も辞めろっていうですね、まあ、そういうようなメッセージで何でしょうなんかあまりこうあの積極的な動きであまりこれは良くないなとあのいい流れじゃないなと思って見てたんですけども今回の小川淳也政調会長のこの辞任のカードを切ったというのは。 これはあの多分本当に泉さんに対して何の対もなくて、組織のためにこの辞表のカードを切ってると思うんですよ。泉さんを首輪は守らなきゃいけない。泉さんはそのままやらなきゃいけない。でもこのままじゃいけなくて執行部は刷新しなきゃいけないから、じゃあ率先してまず自分がこうカードを切って、泉さん以外の執行部を刷新しようじゃないかと。えー、幹事長も政調会長も選対本部長もこの辺り組織も、この辺りを一回刷新して、えー、もう一回やり直そうぜっていうそういうメッセージを小川淳也さんは送ったと思うんですね。 でこれで、ね、やっぱり立憲民主党さんは代表選挙終わった後とに、まあ、小川淳也さんとか西村さんとか、えー、大沢さんとか出た方々を全部処遇するということでポスターにもこの4人の顔を並べてもう集団指導体制というかですね、まあ、こういうい泉さんに権力が集まらないような体制を作ってしまったと、まあ、こういうのも、まあ、いい時もあるんでしょうけどもやっぱり立憲民主党さんのただでさえなかなかあのたいろんな方々のい,いろんな まあ、意見の持ち主が集まっている立憲民主党さんの中では、まあ、かなりこれは難しい舵取りを泉さんが強いられていて、まあ、こういうい集団指導体制ではやっぱニッチもサたちも行かなくなっているとだから、一回泉さんにげー付けるという意味で小川さんは自ら身を引くとそして道連れにしてね周りの執行部の,この代表選が4人出たから4人でこう同じようなあの立ち位置でみんなで頑張ろうというのからこう一斉に引いて泉さんをワントップに立たせようとしてるんじゃないか。 と私は好意的に今見ていますそういう流れを打つ方なんじゃないかなと私はね小川慎奈さん思うんですよね。 まあ、その思う理由はいくつかあって、やっぱりこう、岡嶋さんはアンサイクロペディアかなんかあの1対1の戦いを重んじる、騎士道精神にあふれる人物とは書いてありましたけれども、とにかくやっぱり一つにこうまとまるとか、一つにこう権限を集中するってことは多分小川さんは政治信条として大事にする考え方を持ってるんですよね、だから野党共闘で一個にまとまろう、一つにパワーを集めようとしてて、泉さんにやっぱパワーを集めると、えー、もう今、4人代表選挙出た4人が、ちょっとずつパワーを持って分散してるんじゃなくて、泉さんに一回結集するぞ、そのためにこの代表選挙出たメンバーたちは一 引こうという流れをね小川潤さんはおそらくですけどもこれ全部私の推察ですけども作り出そうとしてるんじゃないかと思いますで私がもう一つやっぱり1点すごいなと思うのはでもこれ自らこの政調会長が辞表を出すっていうことがなかなかできることではないと思うんですよね、えー、まだ就任してから1年も経っていないわけですからやり残したこともたくさんあると思いますしやっぱ政調会長ですごくやりがいがある仕事なので、まあ、政策面取りまとめてですね、えー、こうどういうことで、えー どういうアプローチでこれを実現していこうかとかそして仲間内の意見を,取りを聞いてですね調整して形にしていくということでさまざ、あ、まな権限を持っている政調会長というポジションですからこれ、政党にとってはまあナンバー3リー核としてはナンバー3リーなわけですよね、この自ら身を引くということはなかなかこれはこの政治の世界では本当にできることではないもうむしろポストポストで大臣与党であればポス大臣ポストですし野党であっても委員長とかこういうい政調会長とか幹事長総務会長 なんか、おさと名のつくポストを、とにかく取りたくて仕方がない。そして一回取ったら、もうやめろと言われるまで、はい、もうスキャンダルが起きない限り、やめろと言われるまで絶対手放さない。っていうのが、この政界の常識の中で、この潔くこの辞表を切れるというところにね、小川淳也さんの、まあ、これは政治家として、いいのかどうかっていうのは評価は分かれますけれども、小川淳也さんのお人柄、もうこの、 地位にこだわらずですね、組織のために、自分が信じた道のためにこの辞表を切れるというね、ところに小川さんの,あの良さみたいなものがね、特徴みたいなものが現,現れてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あの、今日お話してきたのは私の所感というか、私が今、 小川さんとの付き合いながら感じていることなので合ってるかもしれないし間違ってるかもしれないしこの小川さんの覚悟を立憲民主党という組織が泉代表が受け止めてプラスにできるかマイナスにするのかそれは分かりませんけどもまあ私はなんかね小川淳也さんの覚悟決意の通りに立憲民主党さんが沿って動くとすれば手強いライバルになるんじゃないかなという気はしています。 ただいずれにいたしましても、我々日本一の会も、まあさってから14日から代表選挙が始まりますし、まあ、ここで新,新たな代表のもとですね、さらに力を蓄えて、パワーアップして、立憲民主党さん、野党第一党交代、立憲民主党さんからこの差を奪い取るべく、しっかりと建設的な政策論争を交わしていきたいと思いますので、よろしくご指導、ご鞭達と、こちらの YouTube チャンネルには、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。